メイです。ベイラです。ケナです。ユズハです。マリアです。ピンク。ラテ。始まるよ。イエーイ。ということで、今日は私たちのお気に入りのものを紹介していこうかなって思ってます。ちょっと一旦戻ろう。今日は私たちのお気に入りのものを紹介するんですけどなんかやばいね、今ね。その中で私たちはブリコをねしていこうかなと思います。大丈夫一番のブリコを決めようっていう大作戦なんですけど、一番のブリコとして認定された方には特別な、 なんかご褒美があるらしいので、全力で私たちは可愛い子ぶりたいと思います。はい、はい、それでは皆さん、最後まで見てください。せーの、どうぞ。じゃあ、じゃんけん、じゃんけん、せーの、最後のじゃんけんぽい。あー、負けた。負けちゃった。じゃんけんぽい。負けちゃった。じゃあ、勝ったのはカラーね。じゃあ、じゃあ、マリアちゃんかわいい。じゃあ、どうぞ。負けた。ビアマイトっていう色はオレンジっていうオレンジで、色味的にちょっとくすんでるから秋冬とかでも全然使えるなって思うやつです。これもともと
ウェブ限定だったんだけど、最近店頭でも買えるようになってすごく嬉しくて買っちゃいました。ありがとう。以上です。じゃあ次にレイラが紹介したいと思います。私が紹介するのはこちらです。わー、これはいつもピンク TV の撮影の時に置いてあるやつで、チョコまみれっていう名前なんですけど、本当にチョコがまみれてるチョコで、本当になんかいつもゆっくり聞かない。え、本当？そうかな。いつも通りに戻った。はい、本当に戻った。とても美味しいのでお気に入りです。でこのパッケージにシールが入ってて、すごい可愛いです。可愛い、可愛いでしょ。冷やしても美味しいらしいので、冷やしてみてもいいかなと。まず一つ目はこちらですね。プリュスオーポイントリペアヤースティックです。わー、わー、夏目です。はい、いい匂いです。ひなちゃん、いい匂いする。ひなちゃん、ひなちゃんのさ、匂いがさ、ブンブン飛んできたよ。いい匂いだったからいけるホワイトフローラーとシャンプーの匂いだ。あ、本当に。ありがとう。続いてはこちらです。かわいい、ゆずはちゃんからいただいたんですけど、センスある。これはなんか鏡なんですけど、これすごいのが、あれれ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 、電気がつくはずなんですけど、光るんですけど、こんな感じのコンパクトな鏡。めっちゃいい、かわいい。なんかすごいファンデーションとかかなって思ったんですけど、私も、私すごいめっちゃ欲しくなって、センスすごい、すごい。ということで、私たちのお気に入りの中でみんなが持ってたりとか、あ、これ使ってみたいなって思ったものはありましたか？じゃあ、もしやったらみんなダメだよ、いじめちゃん。ダメだよ。めめめめ、もしいいなって思ったものがあったら教えてください。みんなのお気に入りのものも知りたいなって思います。はい、ということで、あら、あら、あら、マジで地声なんかテンションが上がるとこんな感じになるんだけど、これ、あれ、違う、地声じゃない、作った。あー、ということでですね、ちょっと頑張ったので、ノータンさんにシンキングタイムしていただいて決めていただこうかなと思います。ということで、決めていただきましょう。じゃあお願いします。はい、オッケー。ピンクラテ TV の中で一番ぶりっ子だったのは、マリア。おお、やっぱそうだね。可愛いもんだって。声がもうアニメ声だった。ね。あとなんかぶりっ子の方がマリアすごい喋ってた。あ、そういう。だからぶりっ子向いてるのかもしれない。あ、じゃあこれが途中からもうなんか無理だったもんね。もうガサガサだし声なんか。喋れなかったよね。もう喉の限界。もう辛かったもん。1位のご褒美は、次の撮影の時にマリアの好きなご飯と好きなお菓子をいっぱい買います。おー、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいの。もうその日はもう全部 マリアのわがままを聞くので、じゃあ最後やっぱ V 個で締めていきましょう。うん、なんて言うんだったっけ。もし子供がいいと思ったら、もし子供がいいなって思ったら、高評価、チャンネル登録、チューチュー、よろしくお願いします。